はい、皆さんこんにちは、出雲正人です。本日はですね、再販が相次いでるですね、キューキットの方からですね、60分の1のザクをですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。もっぱらですね、自分が子供の頃にですね、そのお小遣いがあんまり高くなかったもんですから、300円のキットとかですね、まあ高くてもですね、500円とかですね、まあ行ったとしてもですね、まあ1000円とかですね、うん千円とかですね、あんまり大ね、高いキットとか買えなかったんですけども、まあ当然ですね、まあ家の置き場とかもね、そういうこともありましたし、あとまあ価格の問題とかですね、で、ビッグスケールのキットっていうのはちょっと自分は敬遠気味だったんですけども、で、懐かしいなと思って、そういえば昔あったなと思ってですね、今回、ね、買ったんですけど、60分の1のザクはですね、昔自分もですね、子供の頃には買えなかったですね。で、今回ですね、ちょっとね、欲しいなと思ってですね、この機会に買っといてみようかななんて思ってですね、買ったんですけども。まあ、中身が見たかったっていうのも一つあったんですけどね、どんな感じかなっていうところで、まあ、この辺をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。ですね。このキットを一口で言うとしたらですね、そのデザイン性というのをですね、まあ見るとしたらですね、一番わかりやすい表現はですね、その144分の1スケールのザクが、そのままこう大きくなっていったようなデザインと思えば、まあ一番わかりやすいですよね。もちろん稼働状態に関してはこちらの方が上なんですけども、要はその外見のデザインの話ですね。例えるんだったらそういう表現の方が、一番わかりやすいかなっていう感じはします。まあ、旧キットなんでね、ガンダムと同様にですね、こう、ざっくりとした形では来てますけどね。ただですね、まあ、人が言うほどですね、悪くはないなっていう、ちょっと自分は印象があって、決して馬鹿にしたキットではないと、自分はそう判断をしています。むしろですね、今流通しているそのザクなんかよりもですね、こちらの方がですね、その昔のアニメの、まあ、デザインに近い形ですよね。まあ、結局ですね、そのガンダムというのがですね、その爆発的なヒットをして、その強くですね、そのバンダイさんが商売というのを意識して、そのガンダムとか、そのザクとかですね、みんなこうデザインをし直したわけじゃないですか。まあなので、一番最初に放映されていたそのテレビの感じとは随分違った形になっちゃったんですね。むしろですね、こういう旧キットの方が、その昔の雰囲気にですね、近いんですよね。これ電池ボックスがついてくるんですけど、モノアイとかですね、カメラアイと言われてるその部分がありますよね。そこにですね、無機を入れてですね、発光できますよっていうのがこの一つの売りなんですね。ここにね、メインカメラのところにですね、穴が開いてるかと思うんですけども、ここに麦球を入れてくださいという形になってますね。まあ今とかだったらですね、麦球じゃなくてもですね、そのなんかいいね、発光ダイオードでもあれば、それでいいのかなっていうふうに、まあ思いますけどね。で、これもですね、60分の1のガンダムと同様にですね、こうポリキャップがついていてですね、まあ適当に遊んでもですね、こう関節がゆるゆるになるってことはまずないですね。もともとその関節が緩くなっていくことを防止するためにですね、こういうポリキャップがつくようになってますんでね、まあ今の目線で見たらね、これざっくりきてんなとか思って、そう思う方多いと思うんですよ。まあ大味ですよね。それがですね、かえっていい風合いじゃないかなっていうところがあると思うんですけど、まあ、古いながらもですね、こう、多色成形になっててですね、一応はですね、こう、色を塗らなくても、まあまあ、ね、格好がつくようにはなってるんですね。まあ、そういうところが、ね、いいところかなっていうふうに思いますけどね。で、昔のですね、キットの特徴として、まあ、必ずこうやってですね、袋に入ってない剥き出しのパーツがですね、こう、一枚は入ってくるみたいな、なんかそういうところがあったんですけどね。まあ、こんな感じですね。
この絵がですね、まあ絵がすごいですよね。このね、今となんかこう違うよね、みたいな。今のこうね、組説とかだったら、こんな絵はまず描いてないよね、みたいなところがあると思うんですけどね。まあ、旧キットをですね、あえてこの買う人っていうのはですね、その昔のその空気みたいなものを楽しむっていうところもね、多分にあると思うんですね。もう出来だけで言ったらですね、それはもう今のキットの方がいいに決まってますから、まあ、あえてそれをですね、こう旧キットで見ていこうっていうところに、こう、ね、懐かしさを楽しむっていう部分があると思うんですね。まあ、精密さだけに関してだけで言うんだったら、それどう考えても現在の方になっちゃうんで、こう、レアキットとか、ヴィンテージとかですね、まあ、レトロトイとかですね。まあ、そういうくくりで考えていくと、まあ、許せるところってあると思うんですね。まあ、見ててですね、こう自分もなんか面白いなと思ってですね、こう、昔懐かしいね、雰囲気に、ね、浸らせてもらえるんじゃないかなっていう、まあ、感じはしますけどね。こうね、ジオン兵のパイロットがね、こうついてくるんですね。で、さっき言ったですね、その発光ギミックのところですね。こう後ろからこう電池を入れられるようになってですね、こう、カメラが光りますよ、みたいな、まあ、感じになってですね。このランドセルのところがですね、ちょうど負担になってるんですね。まあそういう作りになってます。うん。こんな感じですかね。で、こちらにですね、こうね、完成見本みたいなのがあるんですけど、で、こちらを見ていただくとですね、もう大体のことが分かってくると思うんですよ。ちょうどですね、まあ、この形状がですね、あの、144分の1のね、ザクにとてもよく似てると思うんですね。これ多分ですね、これ同じ図面とかですね、同じ資料を使ってですね、大きさをですね、引き上げたような形できてると思うんですね。まあ、設計的にではですね、まあ、ほぼ、まあ、同年代ですからね。まあ、こんな感じですね。で、これがいいか悪いかっていう、まあ、ところなんですけど、要はですね、そのガンダムもザクもですね、その新しくデザインし直されてるじゃないですか、今のプラモデルは。こう、テレビに出てくる、こうなんかこう、かっこいいのとダサいのと、その中間みたいな感じっていうのは、まあ、まさしくこういう感じだったわけですね。まあ、その当時の空気っていうか雰囲気ですね。そんなにめっちゃかっこいいデザインではなかったっていう。ね、こう、アニメに登場してくるようなザクとかですね。こういう雰囲気だったわけですね。まあ、当時はですね、もう CG とかじゃなくてですね、こうアニメーターさんがですね、手で描いてるもんだから、まあ、線がヨレヨレしていたりとかですね、こうパースがですね、まあ、崩れちゃってですね、もう静止画で見たらね、ガンダムもザクもですね、なんか明らかにおかしいぞみたいな雰囲気とか、まあ、ありましたけどね、まあ、それでも許せてしまって、でですね、こうね、楽しいなと思ってこう見ていた時期があるかと思うんですけどね、まあこういう形でね、製品のラインナップが載ってますよと。まあ人の好みはあるでしょうけど、ちょっと自分はですね、このシャーザクの方よりですね、ちょっと量産型の方が心惹かれたところっていうのが、まあ、あったんですね。サイドセブンにまあ、潜入してですね、最初にこうガンダムと戦った時のあの印象っていうのがあってですね、こう、ね、ガンダムがバーンってこう鼻を掴んで引っ張ったらですね、まあ、ザクの鼻がバキッとこうもぎ取れて、後ろにこうザクがバーンってこう突き飛ばされるようなシーンとかですね、ビームサーベルで胴体切られちゃうとかですね、割とその辺の印象っていうのは強かったし、連邦軍の生産工場にですね、ザスクマシンガンでこう砲撃を仕掛けるっていう、ね、手柄を立てちまえばこっちのもんよ、みたいな、シャアソースだってそれで出世したんだとかってなんか言ってですね、早まるな、我々の任務は偵察だぞみたいななんか、な感じでこうね、やりとりしてるところの印象っていうのはすごく強かったですから、ね、シャーザクよりもちょっと自分は量産型の方がいいかなっていうところがあって、ちょっと買ってみました。
本日のレポートは以上になります。もしよろしければですね、まあ皆さんまだあるうちに買っといたらいいと思うんですね。また高くプレミアムがついちゃうと面白くないですからね。まあ欲しいと思っている方は今かなっていうふうに思います。本日は以上になります。いいねボタンを押していただけるか、これを機会にですね、チャンネルフォローしていただけると、大変励みになります。今日はどうもありがとうございました。